こんにちは、たびにゃんです。今回は池袋で絶対に行ってほしいランチ4選をご紹介です。まず最初のお店がこちら、羽田市場さんです。サンシャイン60通りに面しているお店で、最近できたお店なのに行列ができるとっても人気店です。刺身定食は1時30分がラストオーダーで、売り切れごめんの人気商品です。私は海鮮ひつまぶしを頼みました。990円でこのボリュームです。ひつまぶし、とっても美味しい食べ方の東海のプレートもございます。必要な割り箸、お手拭き、レンゲ等はテーブルの下の引き出しに入っています。こちらはひつまぶしの美味しい食べ方です。まず最初はこのままご飯によそって食べてみます。いただきます。こちらマグロの漬けもついているんですよ。特選マグロネギトロ2種とホタテ、タコ、鶏貝、長ネギ、きゅうり、つぼ漬け、漬け刺身、刻み海苔、黄身醤油、特選だし、お茶漬け用のハモのだしもついています。このマグロのお刺身、赤身と中トロでしょうかね、2、3枚ついていてとっても美味しかったです。こちらのガリは黒いガリなんです。熟成されたガリで、まろやかな味わいのガリです。刺身定食は2階で受け付けてくれるので、刺身定食がまだある時には1階に並ばずに、スタッフの方に刺身定食希望と言って2階に上がっていって刺身定食を頼むことができるんですよ。ただですね、これもすごく人気なので早く行かないとなくなってしまうんです。いつも1時30分前には売り切れごめんの表示が出ていますので、なるべく早く行くことをおすすめします。刺身もあら汁も小鉢もあるので、ご飯が好きな方は大盛りにすることをおすすめします。ハモの出汁を入れてお茶漬け風にしてサラサラといただきます。私はこれが一番お気に入りです。ハモの出汁が何と言っても奥ゆかしくって上品で京都の味なんです。ハモの出汁なんて初めてこちらのお店で食べました。以前牛丼屋さんだったところに羽田市場さんができて、あれよあれよという間に人気店になって、いつも行列ができています。この1階は良質で高級な揚げ油を使用し、徹底的に味にこだわった天丼や海鮮ひつまぶしを出しています。2階のお店は羽田市場の強みである全国各地の取れたての鮮魚のお刺身やお酒を提供しております。営業時間は1階は11時から21時、ラストオーダーは20時まで、2階の刺身ランチは11時から14時まで、ラストオーダーは13時30分までなんです。2階のディナーは16時から22時まで、ラストオーダーは21時、ドリンクラストオーダーは21時30分まで。ひつまぶしにはいくらのせっていうのがあって、これは税込み価格が1390円、海鮮ひつまぶしの上は1800円、いくら大盛りとホタテが大盛りが入っています。特上の海鮮ひつまぶしは3200円で、ウニ、イクラ大盛り、ホタテが大盛り、そして一番高い極み海鮮ひつまぶしは7980円もするんです。海鮮市場の七味は黒七味なんです。黒い七味でピリッとした辛さが魅力的です。こちらもかけていただいております。
こちらのお店のいいところは、ハモ出汁をかけ放題で食べれるというところです。美味しかったです。ごちそうさまでした。2番目にご紹介するのがピザボルサです。西口にございます。西口の C の3番を出たところにございます。今回は3番のほうれん草の入ったピザを注文しました。サラダとピーチティーがついてきます。私は飲み物とデザートのついた1200円のコースにしました。野菜はシャキシャキしてとっても新鮮です。ピザが来ました。釜で焼いているので程よい焦げ目が印象的です。ピザの生地はもっちりしてるんです。そしてオリーブオイルたくさんかかっているのでしっとりしていてとっても美味しいピザなんです。シンプルなピザなゆえに美味しさも満点です。周りは生地がもちもちしていて塩味が効いていてとっても美味しいピザなんですよ。こちらの A ランチ950円でピザとサラダとピーチティ、 B ランチはピザとサラダとピーチティにドルチェとカフェがついています。1500円の C ランチにはピザ、サラダ、ピーチティ、あと前菜が3種盛り、ドルチェ、カフェがついています。私はホットのカフェラテを注文しました。こちら洋梨のドルチェです。洋梨が入っていて程よい甘さでコクのある生クリームがかかっていてとっても美味しいドルチェです。これが1200円でセットで食べれるんですから毎回1200円のセットで頼んでいます。ごちそうさまでした。美味しかったです。3つ目に紹介するのは池袋東口35番も出たところにあります老舗高瀬3階にございますレストランです。こちらのパン屋さんの3階左側のエレベーターで上がっていきます。昭和レトロな雰囲気が何とも懐かしいお店です。ハンバーグ激戦区の池袋にあってハンバーグが美味しいお店としてテレビで紹介されたみたいで以来大変な混雑で平日でも左のシートに名前を記入して待つことがございます。こちらランチもね美味しいんです。肉と野菜とパンまたはライス、あと飲み物がついて900円です。私はこの洋食定食おすすめです。大好きなハンバーグにエビフライに魚のフライがついてスープとフルーツあとご飯がついて1230円なんです。このハンバーグとっても厚くてジューシーなんです。エビフライもねとっても美味しいんです。カリッと揚がっていて中はジューシーで大きなエビが入っています。魚のフライはアジフライだったり鮭のフライだったり白身の魚のフライだったりいろいろです。この日はハンバーグステーキを頼んでみました。このお店ハンバーグステーキセットにすると200円でドリンク付き、300円でドリンクとパンまたはご飯をつけることができるんです。今回は300円プラスでご飯とドリンクをつけてもらいました。ハンバーグ鉄板ジュージュー言って運ばれてくるんです。ハンバーグは厚さが3センチあろうかと思うくらいのハンバーグでほら卵黄がとろっととろけて実に美味しそうなハンバーグです。肉汁もじゅわっと出てきてやみつきのハンバーグです。これが池袋第2位のランクインした美味しいハンバーグ。これを目当てに
お客さんがたくさんいらっしゃるのも納得です。ごちそうさまでした。食後にはホットコーヒーをいただきました。これで300円プラスのセットってお得ですよね。次にご紹介するのがジャンボ餃子で有名な快楽さんです。池袋東口の交差点を渡って服部コーヒーの脇の細い通路を入った左側に快楽さんがございます。この餃子がね、なんと言っても美味しいんですよ。いつも餃子とチャーハンのセットを頼んでいるんですけれども、今回は醤油ラーメンを頼んでみました。醤油ラーメンに餃子が3個ついて970円でした。この醤油ラーメンがとっても美味しい懐かしい味なんです。醤油ベースのすっきりとしたさっぱりした味わいなんです。この大きな餃子、箸でつまんで持ち上げるのも結構重量があります。中はキャベツだとかニラだとかネギだとか野菜がたっぷり、そして肉汁もじゅわっと出てきて美味しいです。ごちそうさまです。いつもお店の外は人が待っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。池袋の絶対行ってほしいランチを4つ紹介しました。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。